さあ今回もハンマーティング進めていきましょう。さあ前回はね、研究の回となりまして、かなりね、研究を進めました。それによって、ここね、インゴット今までが、銅と鉄だけだったんですが、金だったり重金属、プラチナや銀の延べ棒もできるようになって、なおかつね、どれだろう。上位のやつも、置けるはずの、作れるはずなんですよね。一番右の、なんだっけな、ミスリルか。ミスリルアダマンタイトもやってあるんで、大保管庫。いや、違った、場所の問題だね、これね。あ、これもやんないといけないか。簡易じゃない方ね。どこにあるっけ？こう、鋳造所ね。これにがっつるやつは、でもこの辺、あ、これだよね。あ、これ石切り場か。あれ、まだ置いてないっけ？この辺に置こうとしたのかな？ちょっと置きましょう、置きましょう。ここだね、じゃあね。移動しづらいかな。まあ、今更置けないものなんてないですからね。すべてが置けるはずですけども。あ、危ない、今ずれてましたね。はいっと。で、ちなみにこれ、古代のドワーフの像ありますけど、いいんですかね。あ、ここにあるわ。あ、どうしよっかな。いらないね。無駄に掘ることになりそうです。ちょっとキャンセルしましょう。鉄の延べ棒がないので、つまり買ってこいと。ここね、ここから見ていきますが。ちょ、マウスで動かないですね。あ、あるわ。一応、余分に買っとこうかな。あ、木とか、だいぶ安いですね。まあ、現状かな、今ね。まあ、木がね、余ってるっていうのも知ってるんで、買わなくていいんですけどね。よし、ちょっと変えたんで、ちょっと余ること期待しよう。まあ、鉄が取れてないらしいんで、それはもうね、しょうがないと。で、さっき見た武器だね。留め具、ここじゃないか。武器じゃない、さっき見たのって。これか。武器ではあるね。剣闘士の剣。剣闘士の剣か。おぉ。確かに今、剣のね、枝系作ってるんで、そこね。ファルシオン・ケペシュが前からあったと思うんですけどね。カゴ型の剣、カゴ型の剣の絵か。あー、最悪変えますか。骨とでちょっと違うね。通常の絵は、まっすぐな剣の絵かな。曲がった絵とかあるけど。あー、なるほど。こっちが強いんだね。で、こう槍の頭違うよね。こっちはないのか。なるほどね。これ組み立てしろよと。一部のものにおいてはね。つまり、戦士の剣、剣闘士の剣、剣の絵と刃、まあ、肌ね、剣の絵と刃、両方同じなので、斬撃プラス30、貫通プラス70と、斬撃プラス70、貫通プラス30。あ、逆なんだね。じゃあ両方作ろう。なおかつ槍なんですが、槍ってどれだっけな？持ち手があるからいけるかな？曲がった剣の絵。曲がった持ち手ね。これも作ろう。一応これで最新式の装備ができて勝手にね、持ってくれるはずなんで、剣闘士の剣に期待するかな？剣闘士の剣。そう、ちなみにこれ、槍なので、何かいるか。どれがいいんだろう。ファルシオン。ケペシュ。男性、貴重度だと、ファルシオンで、強そうなのはケペシュかな。だからケペシュ10、ファルシオン3にしよう。貴重だし、貴重だしね。さあ、できましたね。ミスリルの延べ棒、硬いと。いいね。重そうですけど。
アダマンタイト。アダマンタイトは、より硬いんだね。貴重度は落ちちゃう。で、オリハルコン。貴重度が高いと。とにかく。で、重いね。とにかく重いんだと。アダマンタイトが一番重いんだね。まあまあまあ、剣とか道具だけですからね。鎧とかに使い出したらもうおしまいよ。で、立ち往生。あ、いるね。確かに。何してんのあれ。駅がないからか。これもこの下行くか。あんまり下がね、うまくいけてないというか、同じやつが多いというかね。まあ、ここも、あ、でもここ別からアクセスできるのいいね。さあ、一旦ちょっと売り払うべきなんで、大保管庫ここね。高潔なる富というので、大保管庫を建築し、いっぱいに満たすべきだ。霊峰の宝庫の富を輝かせようではないか。卑劣極まるゴブリンどもの涙じゃないね。目を潰してしまえと。山のどれだけ深いところに隠れても無駄だ。その、工場かな？工場は夜空へといたり、第二の太陽が現れたかのごとく、闇を追い出すのだと。まあ、偉大だということですね。で、下手ショックに何かちょっと作っておこうかな。これいいでしょう。もう今、どれだけトロッコの近くに置くかという、置くかによって、もうね、落差が変わってくるんで。で、大保管庫。これはね、拠点の方に置きたいけど。拠点がもはやもうね、ここ、拠点というか、入り口ね。やりづらいので、まあ、この辺のスーパーデカゾーンに置きますか。大広間、火事場、鋳造じゃない、通常像。そして、大保管庫と。で、とりあえず、ここ駅作ろうよ。あれ作れないの？ああ、これか、うわ。いやーでもそっか。まあ、いや、ちょっと一応壊そう。そこ無理なら、もうここに置きますけど。まあ、下には行けないね。ちょっと置いて、もうすぐに分岐しちゃおう。別れちゃおう。さあ、できてるかな。ミスリルやアダーマンタイト。ミスリルがね、めちゃくちゃ余ってたのが確認できたので、前にね。入手可能順で、ミスリルが1600個あるので、大丈夫で、石炭が余り出したね。これは助かる。謎の肉がめちゃくちゃあったね、今ね。見なかったことにしておきましょう。お、増えてるね。畑やんないとでもできないかな。いろんなね。お酒をちょっとコレクションしてと。畑はどこだ？あ、ここも増えたね。磨かれた宝石、未加工の宝石がいるよと。で、トリリアンカットの宝石。まあ、いろんなカットタイプね。今この未加工の宝石かな？原石からできて、でルビーから、装身具。装身具はルビーがいないんですかね？エメラルドとか。あると思うんだけど、その辺はどうかなと。どこだっけな。ここかな。あったあった。大麦、ディープホップ、シナモンと。作っていきましょう。で、ドワーフ2人雇えるんで。全専門技能のクリティカル失敗プラス失敗が2つ。いらん。教養人、不器用な足。いいね。学者系ね。難民いらない。今、いらないものが並んでましたね。さあ、彼は、乱す王の手。クリティカル率が、全専門技能のクリティカル率が 25% アップ。で、10% 下がってると。じゃあ、いらないね。できたのが違う系なら何マイナスでもよかったけどね。せっかくその生かされる技能をマイナスにしてしまうとはちょっと、いかがなものかと。鉄ありますよ、ここに。あんだけ探していた鉄がここにあるぞ。ドリルするか。置けないね。じゃあ、部屋にするか。銀を自分で掘るんだもんね。自分でというか、まあ、ドワーフが掘るというか。あんま関係ないんだよな。ピーッとね。
ここあった方がいいかな。いや、じゃない方がいいのかな。移動の便がだいぶ変わっちゃうけど。あ、二人分だね。さあ、もう来てるでしょう。賢者元気な笑い。いいね。君だ。あ、ここは開いてる開いてる開いてる。ああ、ナイスナイス。バクってんのかなと思いましたけど、そうではないみたいだね。で、ここ、大保管庫にはアダマンタイト。アダマンタイトなんてないよ、そんなの。うちにあるわけないじゃないか。じゃあ掘り進めようか。まあ一応ね、前回、まあ、2パートにあたって大改革を行ってるので、いろいろ見つかればいいなと。あ、ここ取ってないですね。こんなテロの石炭があるのに。もったいのうですよ、それは。鉄ないですか？もう自分で掘りたいんですけど。上、あ、鉄じゃないね。銀だ、銀。銀ですよね。銀鉱石。3個なんで、ほんのちょっと見つかればいいんですよ。ちょっとほんの少しでいいんで、恵んでもろてね。ちょっとミスったね。多分とりあえず、まあ、研究会もね、一段落したので、大拡張、パート2ですね、これはね。とりあえず横に行くか。こういう時は。あれ、行けないか。まずここ来てもらってね。トロッコからしても遠いもんな、そこ。下から繋ぐルートね、考えないといけないけど、ここ行けないから、ここか。石炭あるね。まあ、あの程度はいいや。無視しよう。水があるから多分止めてるんでしょうけど。どうでもいいね。さあ、倉庫を増やそう、倉庫。とにかく倉庫がレーンです。ちょ、もうこれ、トロッコ上どこでもいいんで置きますか。とりあえずね。トロッコ上ならどこでもいいよと。まあそこ移動ができるかわかんないけど、まあトロッコ上なんで、ね、移動できるよね。で、水ここで止まるんで、問題ないと。銀ともしきものはないね。上ってまだあるんだよね、これね。引いてもらって、お、見つけたこれ。あ、見つけてたか。もともと。あんま来ないな。アクセスがね、増やしようがないというかね。まあ、まあいいか。倉庫がないからだよね、きっとね。倉庫が増やせばいいんですよ。倉庫も置けないと。ここは、あ、ここも置けないのか。制約が多いな、ここは。トロッコ関係ないとこ置きたくないんで、例えば、これどうですか、これ。このトロッコ、この倉庫の問題点は、床がない場合どうなるのかですね。完全にないと、床が。歩いては中に入れない。つまり、トロッコに乗ってんってアクセスができないんですけども、それでも行けそうだね。これ上行ってと。まあ、ちょっとまだ上はね、見ていきたい。上に石炭がやっぱあるか。あれは、一応極まで行ったね。まあ、この辺の石炭はちょっと、取れるようにね、してもらってと。相当ね、倉庫がいると思うんですが、さあ、これができると。入るかな、あとは。ここに入るかどうかですよ。入らなくちゃ意味ないからね。どう？トロッコも作るか。トロッカー作ろう。いやー、入った入った入った。ここ入ったね。予約入ってるっぽいですけど、よし。入ればよろしいと。で、前回ね、初めてね、こう、今まで全部許可してるんですけど、ものをね、何でも受け入れていいぞと。そうじゃなくて、こう、道具製のやつ作ったんで、でも銅が多いか。大保管庫できたら別なんだけど、30が上限だからあんま売れないんですよね。売りたいんですけど。トリリアントカットのエメラルド。あ、そっか、こういうね、ソーシングにしなくとも、
それだけでも価値があるね。で、ミスリの延べ棒、9銀貨だね。ミスリルって今千何百個あるんでしょ売りさばけるよね。なんだなんだ。ちょっと同型売ります、一回。バーっとね、ちょっと売れば売るほど増えていくんですけど。ああ、でも、さっき作ったばっかの絵も銅なんで、やっぱ銅が多いか。掘るしかないですね。さあ、とりあえずね、拡張進んできててね、まあ、こう上の方で石炭が取れました。まあ、目的に合わせ、やっぱりそう進め方を決めないといけないと思うんで、これバイオームの関係上、左と下は同じような感じなんで、右下に行こうかな、これ。明らかに違いますよね。右もちょっと違うんだけど、これ、銅しかないんで、今んとこね。これはもう、そのまままっすぐ行っちゃうか。こうだね。そんな感じで、とりあえず目的地は右下にします、じゃあ。で、こういうの多いと道中の倉庫があんま置けない問題があるんで、それをね、解決するために今回初めてね、提唱された、壁倉庫論と。完全壁、倉庫論ね、これね。もはや床はないと。そう、最新式で持って進めていくと。まあ、これからね、こう、無理やり、こう、通すことが多いんで、こうなっていくと、やっぱり、その、もともとあるね、こういう、石の橋とかね、これね。使わないですよね。逆に石の橋どっかで使いたいけど、ないよなトロッカルとか多分置けないよね。これちょっと封印だね。これ全部入れかな？まだ倉庫は結構空いてそうだね。うん。部分的なあれですけど。まあ、この前線とかあんま何もしてないからね。問題ないよと。それでは次、下と右下に行きましょう。